しれない。なぜかというとコロナ禍の今だからこその限定チーム。あ、期間限定ってそういうことなんですね。そうなんです。なるほど。じゃあコロナが終わったらもう解散。解散、みんなそれぞれのチームにさよなら。なるほど、寄せ集まりチームということなんで、じゃあこれがひょっとしたら最初で最後かもしれへんってことですか。ねね、でもそれが嬉しいことのはずなんですよね。ね、皆さんにとってもね。こんなチームない方がいい。まあでも演舞は楽しんでみてよ、皆さんお願いします。はい、じゃあ渾身の演舞をよろしくお願いしたいと思います。参りましょう。よさこいよろずの皆さんです、どうぞ。はい、改めましてよさこいよろずです、よろしくお願いします。先ほども MC の方がおっしゃっていただいたように、コロナ禍限定ということで、ね、楽しませていただいております。祭りが終わったらみんな各チームに戻っていって、もともと全部で何チームだろう、数えたことないけど、なんか10チームぐらいで集まっております。全員のサポリ合わせたら100人ぐらいあるのかな、計算しときゃよかった。はい、そんな感じで、なんとかなんとか細々とやっております。もともとは8月の高知よさこい特別演舞に参加する目的で形成させていただきましたけども、残念ながら中止になってしまいまして、やっと念願の初日を今日迎えさせていただきました。最初で最後かもしれませんけども、みんな早く喋るの終わりみたいな顔せんといて、最初で最後かもしれませんけども、いっぱい楽しんで帰らせていただきます。よろしくお願いいたします。それではよさこいよろず踊らせていただきます。構えてください。Thank you.
皆さんでした。さあどんどん行きましょう。はい、続いて